Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. はい、隣のサイトはどんなだろう。18サイト目は熊助さんです。よろしくお願いします。お願いします。もういつもインスタグラムで拝見させていただいてるんですけど、はい、もう本当に素敵なギアをお持ちなので、ありがとうございます。もう今回会えたことをきっかけにちょっと撮らせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。熊助さんはキャンプ歴何年ですか？一応今で2年半、お3年弱ぐらい。じゃあもうコロナきっかけの感じですかね。そうですね、もうコロナでどこも行けへんし、ね、みたいな感じやったんで、はい、そうですよね。だいたいキャンプを始める方ってそれをきっかけが結構多いですよね。そうですね、僕始めた時もそういう人周りにちょっと、そうですよね。そうですよ、コロナでやっぱキャンプって入り込みづらいじゃないですか。そうですね、なんか初心者やからどうなんやろっていう面あるけど、外で寝るって何みたいな、何それみたいな、うん、ね、あるけど、やっぱりきっかけがあることで、そうですね、入り込みやすかったっていうね。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。一番に目に入ったのが私このテーブルなんですけど、はい、これめっちゃ可愛いですよね。そう、大きさといい、真鍮といい、そうそうそう、で、はい、まあ初めて見た時、まあ、今日のイベントのイライアウトドアで、あ、はいはい、多くのやつを最初見て、はい、でこのやっぱ今アウトドアテーブルってやっぱり隙間があるのが、うん、そうですね、ロールトップテーブルというか、いやいや、そうで、まあね、企画上仕方ない部分もあると思うんですけど、それをもうブルニー29さんは完全にクリアして、はい、物が落ちないっていう、確かに落ちませんよね。で、はい、真鍮もかっこいいみたいな感じなんで、はい、いや、いい買い物したなって我ながら、ながらいい買い物したなと。そうですよね。そう、本当にこれはマジで、これでもこんなに薄いのに結構しっかりしてますよね。そうで、なんか裏に一応、はい、補強みたいな形で板を入れてはるんかな。はい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 。そうそう、なんで、まあ、ある程度耐久性も強くてっていうところにはなってますね。ちょうどいい大きさやし、そうですね。ですね。ソロでも2人でもみたいな感じですね。そう、デュオでも全然、まあデュオまでやったら全然問題ないし、まあもう一個大きいテーブルとか持ってきても全然いい感じにキャンプできるかなっていう感じで。高さもめっちゃちょうどいい。そう、41.5センチっていう。一応なんかこういうローチェアとかに合わせるんやったら一番いい高さらしいんですけど、ほんまかどうかは知りませんみたいな、ほんまかいなみたいな、そう、いやでもちょうどいいですね。そうなんで、まあこう座った時に、はい、まあ、ある程度こう何やろ、目線がちょうどいい感じに、腰も痛くならずみたいな感じになるんで、はいはい、まあ、あながち間違ってないんちゃうかな、皆さんの高さの話はって感じですね。それで私ね、ちょっと気になったんですけど、はいはい、ソマビト多いなって。そうっすね、ソマビトさんの、ソマビトさんが大好きで、ね、はい、もうキャンプの沼にはまってしまったみたいなことがあるんで。いやでも入り口ソマビトさんですか。いや、ね、最初はもう本当にそれこそ、ね、DOD のテント使ってとか、はいはいはい、そういう感じでやってはいたんですけど、まあ調べていったら、なんかそういうガレージブランドみたいなんで、まあその関西、僕大阪に住ましてもらってて、で、え、関西にそんな本拠地あんねやみたいな、で調べていったらソマビトさんやったっていう、でショップ行って、はいはい、物見たらもう止まらなくなってみたいな、俺どうしようかなみたいな、はい、あれはあかんなみたいな、あかんとこ入ってしまった、実店舗構えられるとちょっと困るなみたいな関西にみたいな、そう、失ってしまうよねみたいな感じでしたね。ソマビトさんいいですよね。
まあ結構オールジャンル、焚き火もギアもそうですし、こういうシェードとかで、最近テーブルとかも焚き火のテントダサ、ね、ダサ張ってみたいな。大御社の、いや大御社ですちょっとあのどうしようかなって迷った結果、一回やめとこうみたいな、落ち着こうみたいな一旦どうどうそうそうそう、一旦落ち着こうみたいな、ちょっと様子見ようみたいな感じでしたね。テントはね、ちょっとそう、さすがにちょっとどうしようかな。で、まあ次回会ったらもう一回次回で考えようみたいな一回ちょっと落ち着いて。そう、もう幕もね、あの家にたくさんあっても置き場所がなくなってるんで。何幕持ってあるんですか今？6ぐらい。 6ですけど、ほぼ使ってるの多分これこれがほぼほぼメイン。このテントはどこの？これはフェールラーベンっていう。あ、フェールラーベンってなんか聞いた。なんかね、カバンとか、はいはい、あ、作ってる。あのマーク見たことあると思って。山岳系というか、まあ、山とか登らはる系の人も使うような、うん、ほう、ほんまに寝る用。あ、そうです。で、一応2人まで寝れるんですよ。あ、へぇ、そうなんですか。コット置いてあるんですか。あ、中にコット入れてっていう感じで。へぇ、めっちゃちっちゃい。かわいい。かわいい。で、ヒルバーグが手に入らんくて、はい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 、でもなんか、まあ、ヒルバーグみんな持ってるしみたいなって、うん、なかなか持ってない人、うん、確かにあんま持ってない人多いあれかなと思って買ったって感じですよ。初めて見た、ね、あんまりなかなか。かわいい。そうですね、ツートンもめっちゃかわいい。そうですね、カラーリングもちょっと珍しいというか、いわゆるコヨーテでもちょっとなんか光が当たったりするとまた若干色が変わったりする。あのワッペンみたいなのも赤でかわいいですね。ねえ、なんか差し色で。こちらね、この前の沼キャンさんから気になってた、まさかのハブファン。ハブファン、僕も大好き、ね、ハブファン大好き、もうファン、本当にファン、本当にファン、ファン。そう、これが全部セットなんですか。ね、いや、フレームと、はい、あとこの板とかはまたオプションで付けて。なるほど、はいはいはい。で、このあのトレーとかは、はいはい、そのスノーピークのやつなんで。そうなんですか。そう、もうちょっとこう、うまいことやったらいい感じにハマるんで、すごい。じゃあ自分でこう、カスタムしていく感じですか。そうですね、そういうのもあるし、うん、まあ、なんかオーナーさんとか言ってあったのが、いろんな人がこういうのどうみたいな提案してきはるみたいなんで、いろいろこう、組み合わせで今してるみたいなのを話しちゃったりとか。ただまあ、基本的にはあの、はい、こういう板とか、うん、をまあオプションで売って貼って、それをまあお好みで組み合わせてみたいな感じにはして貼る。めっちゃいいよな、これ最近見たギアの中で一番熱い、一番熱い、一番熱いこれ。なんだ、関西で見れると思えなかった。うん、確かに。いや、これはずっと使えると思う。ハブファンさん気になるね。かわいいやかんケトル。そうね、これちょっと大きいサイズなんですよ。今ですよね。そう、もうちょっと一回り小さいもんね。小さいやつもあるんですけど、これがね、800ぐらい重量が入って、うん、であと取っ手のところもこうやってカバーしてるし、めっちゃかわいい。でここがキーで、そう、ギアへのこだわりがもうすごすぎてなんで、2年半でしょ。そうですね、2年半ぐらい。すごいな。うちらもう4年、5年になる。はい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 。そんなこだわりがない。いやいや、何っていう。いやいやいや、そのハックワンとか使ってある人はこだわりないとか。あれっすよ、マジで。やばいな。でも、欲しかった衣服もあるし。ハーフガロです。もう最強、ね、欲しいのが集まってるやん。欲しいのばっかり。欲しいのが。集まってる。このランタンサンドもめっちゃ可愛いです。え、これどこのですか。これ自分で作りました。え、作った作ったっていうか、まあこれあの元はソマビトさんの、はい、オーディ缶カバー普通に売ってる150のサイズに、はい、あのカインズホームで、はい、あの DIY のコーナー行ったら、こういうなんかシール売ってるんですよ、タイル張りの。はい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 。300円くらいかな、はい、で売ってるんで、それ買ってきて。すごい。作った。作って。わあ、すごい。これに合わせて
いや、ね、どっちかっていうと、こっち先に作って、はい、で、これがその後に出てきたんですよ。なんで、はい、たまたまなんかいい感じになんかたまたまが重なってみたいな。あ、これ合うやんみたいな。そう、カラーリングちょうどよくてみたいな。めっちゃ可愛い、この組み合わせ。めっちゃ可愛いな。で、私はあとこれね、この敷物、敷物がもうずっと気になってるけど絶対手に入れへん。そう、セッションさんのやつですね。セッションさんと、愛知のキャンプショップランタン。実家は僕岐阜なんで。あ、そうなんですか。岐阜帰った時には必ず行くショップさんで、鬼のようにおしゃれです。めっちゃおしゃれ、なんかあの隣がアトリエ併設してるんですけど。あ、そうなんですか。そう、なんかね、違うキャンプショップやっけみたいな。ほんまにおしゃれ。本当に、もうで、なんかそのオーナーさんのなんか選ぶものとかもちょっと違うんですよね。他のショップからがこう提案してるものとまたちょっと違って。行ってみたいな、うん、もう行きましょう。愛知行ってください。行ってください。行っちゃってください。いや、行っちゃいましょうか。ねえ、いや、その風林火山さんが出してるこの天板。はい、天板です。いや、やっぱりここの網目というか、中からこう照らしたら、そうですね、夜とかは照らして光が抜けるようになってて、ね、またその今いわゆる流行ってレジンとかじゃなくて、はいはい、まあ本当に木でやってはるっていう、ちょっと和紙っぽい感じ。そうですね、だから光の抜け方がちょっと違うというか、こうふわーんとこう出てくるような感じになって、みたいな感じ、ね、雰囲気が。そう。あとはもうこの天板もあの200度ぐらいまで耐えれるシリコン加工してはるので。そうなんですか。熱いもの全然あの乗せても大丈夫しみたいな。200度はもう結構熱いですもんね。熱いんですけど、まあまあ耐えられるシリコン加工になってて、これも一応ウォールナットでっていう感じですね。ウォールナットが好きな感じ。そうですね、なんかあのこの椅子を買った時に、はい、これあのコンダクターズシェアっていうキャンポンパレードっていうブランドの椅子なんですけど、はい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 、これがウォールナットやったんで、ウォールナットで合わせると気持ち悪いってなっちゃって。そっか。そう。あ、もう素材を合わせない。そう、なんか一個でもなんかその違う色が入ると許せんくなっちゃって。そう、結構あれですね、こだわりですね。そう、ただコストがね、はい、かかるんで、もうやっぱね、ウォールナットはね本当に高い。もういつもドキドキしながら買ったみたいな。いくらやろ。そうそうそう、もうどうしよう、めっちゃ高かったらって言いながら、めっちゃ高いみたいな。どうしようもないみたいな。でしょうねみたいな。そうそう、でしょうね言うて。高いでしょうね。いや、でも統一感はすごいですね、その木目のね、味といい。なんか気づいたらこうなってたみたいな。最高すぎるじゃないですか。いや、すごい。いかつ、このね、一角だけに食って、ここなんぼかかってんのかわからんぐらいの。いや、もうそれはやめましょうみたいな。もう詮索するのはやめましょうみたいな。もう自分でも把握したくないみたいな。さっせとやめてくれみたいな。すごい、いかつ。で、まあ、一応これでだからこのコンテナあれば焚き火系は一応クリアできるかなっていう。すごい、いかつ。でモビボックスを2つも持ってはるで。なかなか手に入らない。全然出会えないんです。なかなか。黒も出ましたよね。そう、黒が先月リリースになったんですかね、今年の、あのやつでっていうので。私でもこっちの色の方が好きかも。僕もやっぱコヨーテの方がいいかな、ね、でね、やっぱゴミ分けた方がいいかなっていうので。あ、なるほど。燃えるゴミと、まあ、ペットボトル缶とかっていう形で分けといた方が、はいはい、まあ、撤収の時楽かなっていう。なるほど、それはもうぜひ2個欲しいです。2個買ってください。2個。そう、2個使い、うん、あ、なるほど、それめっちゃいいかなと思います。まあ、そんな場所取らないんで、ちっちゃくもなるし、うん、あ、そうですよね。ああ、よし、モビボックス。モビボックスです。目指せ、モビボックス。出会えるかなみたいな。ねえ。
切り回りもいかつすぎても粗末やから、はい、こちらも粗末ですね。粗末さんの、焚き火サイドスタートベインっていうやつですね。すごいかっこいい。この私が欲しいやつも、これ絶対指切って危なくない、ね、そう、プンドルのこれはおすすめです。斧とかで割るよりかも全然早いし、でこれちっちゃいサイズ、2サイズぐらい、はい、2サイズあるかな、ファイヤーサイズに入ってて、はい、ちっちゃいやつやったらもう全然積載そんな取らない。かっこいいな、これはいいですね、楽になってきます。今日負けた雨だだ、大雨すぎてもう焚き火どころじゃないみたいな、ね、でも一応こうレイアウト、今日ははいレイアウトは一応、ね、これ焚き火台は、これはウィーノーイナフっていうブランドの名前、はい、焚き火台っていう名前なんですけど、そのまんまで、そのまんまで、で、まあ、いわゆるピコグリルとか軽量系のやつなんですけど、特徴としてはやっぱり下に遮熱板があるんで、はい、焚き火シートいらないんですよ。メーカーさんが焚き火シートいりませんって、で、焚き火シートとかで軽減してたその副遮熱、下にダメージを与える熱とかっていうのを全部この板でカットしてる、で検証とかも全部サイトに載ってて、8時間焚き火したけど全く、まあ、下は焼けてません、おいおいおい、すごい、っていう、すごい、デザイナーさんとその焚き火メーカー勤めてはった人もちょっと分かるんですけど、焚き火メーカーって書いてあるの、キャンプメーカー焚き火メーカーってないねそう、あの勤めてはった人2人タッグ組んで作らはってくるので大丈夫って言ってた、すごい、ちょこちょこ取り扱いが増えていって、ね、あ、ネットでも買えるんですけど、はい、で、なんかあのパーツ売りをしてはるんで、どっか壊れてもパーツで買えるっていう、あ、それめっちゃいいですね、そう、そういうとこにめっちゃ万能は万能ですね、すごい、サイズも意外と大きいんで、大きいですよね、そう、人と囲んでるんで、ね、あとは隅に置いて、こう、網に置いて、そうですね、焼ける、お肉が焼ける、お肉も焼けるし、何でもできますよ、あ、すごい、意外とね、しっかり本当になんか結構細く見える、そうですよね、耐久性は抜群、じゃあもうこれ全部バラバラにして薄くなる、あ、そうです、薄くなります、めっちゃいいですね、薄くなって本当にちっちゃい音が鳴る、あ、おー、これはいいですねこの焚き火台、意外とまだまだ持ってる人が少ない、そうですよね、私初めて見ました、うん、コンセプトとかめっちゃしっかりしてるんで、おー、いや、いい焚き火だ、いいですね、焚き火台もやけど、こっちも初めて見たんですよ、昨日の雨で多分めっちゃ錆びてます、家帰って磨かない、あ、本当だ、ちょっと錆びてますね、一応ね、オールドムーンっていう名前のやつなんですけど、あ、そう、大きいサイズがずっと前にあって、で、ちっちゃいのがこの間出たんですけどね、ちっちゃいのいいですね、プチってやつで、でかいやつやったらこれぐらい合うんですか、そうですね、多分そのショックとか、いわゆるほんまに高いランタン、大きいランタンか、あ、へー、あー、なるほど、ゴールゾーンとかかけるとやっぱちぐはぐになるんで、ちっちゃいランタンにやっぱちっちゃいランタンハンガーがいいかな、めっちゃバランスいいですもんね、この並びね、いやこだわりがさすが、焚き火回りまでもあとね、タープ、こちら白なんですけど、なんか白ってどうなんやろって昨日私雨の時に思ってて、はいはいはい、明るいところで見たらめっちゃ可愛くない、可愛い、めっちゃ可愛くて意外やなと思って、ねえ、めっちゃ可愛い、なんか白って珍しいやん、なんかね、ベージュとか黒とか、はいはい、なんかそういう色は多いけど真っ白じゃないですか、もう白が欲しくて、そうですね、もう一個 Mac One も持ってるんですけど、はい、トヨタから持ってるんですけど、はい、まあ、そのあのテントのなんかちょっと対比で
やれたらなって思ってて、はいはい、で、あ、じゃあしようかなって思って、はい、まあ、たまたまなんか、それも、まあ、マコが作ってくれたんでよかったみたいな。いや、でも、マコさんもあの、ね、ロカレコマジとか聞いてたんですけど、なんか2日で来ました、僕は。2日ってね、2日で来たんですよ ね、らしいですね、マコが。そう、マコ四郎は2日で来たっていう。もう、よくわからん。いや、でも、あれでしょうね、やっぱり熊助さんに引き付けられて、シロがギアが勝手に集まって集まってありがたい話だと思います。でも、よく似合ってますもん、シロとこのサイトがすごい映えてて、いい感じになってくれました ね、いい感じ。いやー、いいな、マコさんもやっぱいいですね。マコもやっぱかっこいい、すごい社交性やし、今下おったけど、めっちゃ涼しいですね。本当にやっぱ夏はブラックコーティングされてるタープじゃないですか、やっぱりきついですね、きついんで日差しもあって、やっぱりマコさんもいいんだ、迷ってたもんね、ずっと両方あることに越したことないですけど ね、だから両方両方値段がね、わかりますもん、ね、全然可愛くないお値段は見た目かわいいのに、見た目はかわいいけどお値段が出てくる。まあでもその辺の機能性はね、そうですね、兼ね備えてますので、そうあるんで、やっぱり、うん、やっぱり欲しい値段が張っても、ね、買って後悔なしとじゃあこのサイト全部のお値段いくらでしょう知らんわ言うて言えへん、ピーで万円です。です。じゃあこのね、はい、熊助さんのレイアウト参考になればいいと思いますね。参考にしてくださいよね。もうパクっちゃってください。ぜひね、ぜひぜひ。ぜひもう参考にして全パクリしてます。全パクリ全パクリしてもらえたら、まあ、全パクリしてもらえたら嬉しいですよね、はい、もうあれ自分のサイトやっけ迷ってそう、ちゃうは人なんやみたいなだったらいいなみたいな、ね、うん、もう素敵すぎるサイトでした、ありがとうございました、ありがとうございました。18サイト目は18やったっけ、18です18です。18歳と目は熊助さんでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。